カラスマユミは日本の美術家。大阪に生まれる。1981年京都市立芸術大学美術学部長国家卒業。1992年イタリア国立美術アカデミア絵画コース卒業。現在イタリアと兵庫県川西市にて制作。90年代から活動拠点をイタリアに移し、外から現代の日本を見つめている。その作品は、 祖国への深い愛情、憂いや不安であるが、カラスマはそこに自国であり、異国でもある日本へのアンビバレントな感覚を加えることで、絵画やパフォーマンスを通して、もう一つの日本を表現しようとしている。1995年から原爆シリーズに取り組み始め、1999年には、広島で原爆記念日を挟んで個展を開催。また、 90年代初めから続いている家族シリーズ2000年にスタートしたティーンメージャーシリーズや東京風景シリーズがある。フェイシングヒストリーズは近年作家がライフワークとして掲げるテーマ。フェイシングヒストリーズギャラリーウーグ、リオン、フランス、フェイシングヒストリーズイン広島広島県立美術館、県民ギャラリー、広島リトル。ありがとうございます。